よかむな。本日は宗像の宗像漁協に来ております。担当の竹浦さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いしますこちらの金崎の天然トラフグはどういった違いがあるんですか？まずあの海の質ですね、はい、要はあの荒波で育ってるでんかいなだ、はい、まず身の締まり方、それとあと結局生命量が全然違いますので、食べた時の食感ですとか、まあ、栄養素っていうの部分が全然的に体に入ってくるのが違うので、はい、食べて健康になれる。本日は釣れたばかりの生きたフグを見せていただけるんですよね？そうですね、はい、じゃあとりあえずあの船の方に参りましょうか。はい、行きましょう、行きましょうか。せーの、はい、はい、はい、やってまいりました。じゃあ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ船の方行きます。はい、おー、マジいけるとこや。覗いてみたいと思います。めっちゃ大きいですね。そうですね、丸々としてフグってこんなに丸々としてるもんなんですね。そうですね、ずんぐりむくりして見た目は可愛いんですけどね、すっごい気がいいですね。泳ぎ回ってますね、はい、これが鮮度の差という部分もありますね。